Ay, amarra, está ahí más ahorca. おい、小野寺行ったぞ。お前、弾拾いやろ。ちゃんと拾え。お前、ちんたら動くな。拾ってこっちに返す。さっさとしろ。はい、すいません。おい、これ、明日までからやってこいよ。はい。この前、記入もらったから、お前。はい、すいません。俺、再提出になったよ。はい。ちゃんとやれよ。はい。じゃ、はいじゃねえ。わかりましたよ。わかりました。ちゃんとやります。OK。はい。やってこいよ、ちゃんと。はい、わかりました。お前、次にしたらどうなるか分かってんだろ。はい、しっかりやります。やってこいよ。はい。おい、小野寺、やれ。できないっすよ。一発ギャグやれ。新しいストレッチ。いや、おもんないわ。おもんな、おもんないよ。もっとやれよ。あ、出ない。出せよ。出ないって、持ってないって。おもんないね。やれよ、もっと動きとかさ。持ってないって、もうできないって。さっきやってたよ。すぐやれ。これこれ、肘と肘でブイ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 。おもんない。こすって火が出た。ふう、こんにちは。100倍返しだ。先生、朝から相談なんですけど。ほうほう、どうした。最近もう吉野と西崎にいじめられすぎて我慢の限界が来てるんですよ。なんであんなことするんですか。まあ、やんちゃしてるやつの気持ちってさ、やんちゃしてるやつにしか分かんないじゃん。はい、そうそう。まあだから、うん、ヤンキーになれば分かりますか、僕は。そう思って今日はもうヤンキーになろうと思ってるんですよ。あ、お前が。はい。まあ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 、いいんじゃない。うん、いいと思うよ。なんか今日一日ぐらいいいんじゃない。とことんもう、じゃ逆にもうとことんあいつらと一緒に行動しろ。もう授業もいいよ。出なくていいんすか。今日だけな。はい。じゃあもう僕は今日ヤンキーになってあいつらに仕返ししたいと思います。準備はしてくれます。まあまあ、でもやりすぎずな、はい、そんな、まあ、あのドア越えないように。はい、まあ、あの人らの気持ちも分かるために。そうね、あっちに潜入するという。まあ、あいつらが変わるきっかけになるかもしれないから。そうですね、わかりました。じゃあ今日はそういう、まあ、やりすぎずに、やりすぎず、やりすぎず、あの人たちの気持ちを分かるためにヤンキーになる。そう、ヤンキーになる。今日はすいません、先生、まず理解していただいて。ハードルを超えちゃダメ。はい、わかりました。授業はいいか。はい、ありがとうございます。ヤンキーになります。 いけるか。はい。うえ、なってなってる。失礼します。もう入ってた。もう戻り。小野寺くんだよね。僕だよ、小野寺だよ。今日はヤンキーになってみたんだ。ヤンキーに潜入してあいつらに仕返しをしようと思ってね。先生にはもう許可をもらってるから、先生はなんか授業とか出なくていいから、とりあえず潜入してなんかあいつらの気持ち分かるんじゃないのって言われたけど、僕は仕返しをしたいだけだ。今日だからもう授業出ないから。おい、くれぐれも2人にはバレないように気をつけてね。大丈夫さ、もうこれでバレない、サングラスで。カズオ、これ放課後返して、放課後まで預かっておいて。おい、放課後に返せばいいんだね。今日はもうこれで行くから。おい、じゃあ放課後に返却します。放課後にお願いします。完璧な準備をしてきてるんだ、ヤンキーになるために。こんな形なんだ。はい、そうだよ。じゃあ仕返ししますね、今日は。放課後に返してね。何のために学校来てるやろ。お前、誰やろ。俺らの縄張り買って入ってくんなよ、お前。やんぞ、俺。あ、あれや、まら、タイマン張るか。いきなりタイマンとか別に。
やねんけど、誰こんなやつおったっけ。いや知らん。分かった、一見紹介する。ああ、俺は最近北九州から転校してきた福原大成。え、ああ、前の学校ではまあ番長。ああ、でまあ俺のケツ持ちどこが言ったろうか。岸和田、小倉、あとバンコク。バンコク。うん、お前らなんかいじめってるらしいな。なんかお前いらんことしたらケツ持ち出して、お前らもやばいことなんだ。あの一応この学校であのトップやらさせてもらってる吉野です。うん、お願いします。うん、あ、一応あの形式上ではあるんですけど2番手やらせて。何やこれちっちゃい。あ、すいません、あの形式上ではあるんですけど、2番手をやらさせていただいてる西崎です。よろしくお願いいたします。うん、何やお前らなんか1ビットだしな、こんな倉庫とかで。なんかよくわからんけど、まあお前ら一回ちょっと話したいから、あ、ちょっと場所変えようか。はい、あ、何やすっと立てやこれ。はい、こっち来い、ちょっと連れてきたい場所なんで、はい来い。そうそうそう、はい、来い、こっち来い。来い。ここどこなんすか。ここは先生が絶対来へんサボりスポットじゃ。昨日見つけたね。転校してきてすぐ見つけるってさすがっすね。当たり前じゃ、それでここまで来たんじゃ。お前らこんなとこで何してんだよ。てかこの真ん中のやつこれ誰だよ。先生が来ちゃったな。ここは俺に任しとけ。おい、なんだよお前、うれ、お前誰だよ。何文句言いに来てんだよ。ここでサボっとんじゃ、ごちゃごちゃ言うな。とっとと帰れアホが。すげえすげえヤンキー来ちゃったな。お前あんま逆らったりするんだよ。よしよし、分かったか、はい、こいつはやべえよ。今日はもう許してあげるから。ああ、とっとと帰れ。ああ、だからその俺に逆らうなっちゅうことや。さすがっすね、一発で追い払ったよ。お前タメ口使うなよ。お前ケツ持ちのバンクで存在こと消すぞ。とりあえず今日からお前ら俺の射程や。分かったか。はい、はい。なんか怪しくなかった。え、何が。あの福原ってやつやん。そうか、あいつ怪物じゃん。そもそも海外にケツ持ちおるっておかしいし、ケツ持ちってさ、その組織とかやん。確かに。バンコクとかじゃないや、何々組とかやん普通。うん、確かに。やろ。うん、足立先生もさ、なんかちょっと言われたぐらいであんな言いくるめられる。普段俺らが言ったらさ、うわー言い返してくれやん。そう、いやでもあいつ怪物だと思うけどね。なんかうさんくさいなと思って。あ、おう、お疲れ様です。はい、福原さん、お疲れ様です。お前らさ、ちょっと食後の軽い運動付き合えよ。あ、わかりました。はい、来い。はい、はい、早く来い。これすいません、いきます。一発ギャグ大会。はい、まず名前知らんけど、そこのハゲから、はい、いけ。はい、はい、西崎です。はい、いけ、いきます。ピック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 。はい、オッケー、次吉野。いきます。うん、ピンチの時のピッチャー。はい、ピッチャーググってる。おいおいおい、はい、ナイス。
おもんない。はい、もう一回いける？おお、小野寺、なんか分かったか？その、悪さする奴の気持ちとかさ。いや、悪さしたくなる気持ちは全然分かんなかったんですけど、うん、吉野くんと西田くんを僕の下につけることができた一日だったんで、めちゃくちゃ気持ちよかったです。よかった、よかった。はい。てか、先生も、ありがとうございます、演技してくれて。ああ、はい、あの演技で、僕がなんか最強って多分思われて、そこからずっと下につけて、いろいろ仕返ししてやりましたよ。まあ、お前らな、3人のためだったら、何でも俺はやるからさ。はい。で、まあ、この後も、今下校校門のところで待っててもらってて一緒に帰るんで、うん、その時に今の僕からお前らそんな中途半端でヤンキーやってるんだったら真面目になれよしょうもねえって言ってやりますありがとうありがとう。そしたら更生するじゃないですか、ね。まあ、今のさお前のこの姿の感じでさ、はい、あいつら言えばさ、はい、まあ、なんかちょっと変わってくれるんじゃないかなっていうねきっかけにもなると思うし。まあそうですね。でもまあ変わらなくても今日は正直仕返ししたいっていう気持ちでこうなったんで全然最高っすだ。はい、まあ、一応言っておきます、うん、一応ね、はい、そこは頼むわ。はい、ちょっと待ってるんで、うん、帰りますね。ありがとうございました。いや、こちら逆にこちらこそ。はい、最後今日はもうこのまま帰っちゃうんで。うぃおいへいふぅっよし、先生お疲れっす。うんうん、失礼します。いいっす。だかな、福原さん。教師な。でもなんか怪しいんよな。でも怪物だよ、あれは。いや、なんか一日中。そうかな。ちょっと怪しいと思う。すみません、まだすみません。お疲れ様です。帰るか。はい。かわいいシャーテたち。はい、お願いします。なあ、ビクビクせんと。はい。まあ一個お前らにな、ちょっと言っておきたいことがあんねんけど。俺も悪さしてきたけど、何も残ってない。はい、ああ今な。で、お前らが、もし弱い者いじめとか今してんねやったら、そんなしょうもない、中途半端なことをやめて、もっと真面目に学校生活楽しめ。うん。はい、今日はお前らみたいに中途半端なヤンキー見て、そう思ったから、まあ、近寄ってみたい。はい、うん。俺はもうこんなになったから戻られんけど、お前らはまだ戻れる。だから男として、かっこよく生きていけ。わかったか。はい、はい、しょうもない男だけにはなんなよ。わかりました。うん、弱い者いじめはやめろ。もう、はい、オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、小野寺くん、小野寺くん、メガネ放課後まで持って出てたから今持ってきた。これ、これ青メガネ。おい、でお前、おろちゃんか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 、じゃあね、じゃあね、おろちゃんか。こちら小野寺です。倉庫を閉める鍵を無事に入手しました。どうぞ。